そして私を抱きしめてくれたお人形が手紙を書き終えてさよならする日が来た。今行きます。バイオレット・エヴァーガーデン。もっと飛べると思っていたのですが。十分だよ。いいなあ。私もこの湖を渡ってみたい。あの落ち葉の上なら歩けるかな。力
か。いつかきっと見せてあげるね。お父さん。君は死んだ娘を、いつかきっと叶えてくれた。それでは、自動手記人形サービスのご利用、誠にありがとうございました。こちらこそありがとう。どれ一つ取ったって誰かの大切な思いだからな。届かなくていい手紙なんてないんだ。良きドールとは、人が話している言葉の中から伝えたい本当の心を救い上げるもの。バイオレットちゃん、ここで幸せに暮らすことがギルベルトの望みなんだ。言葉には裏と表があるの。口に出したことが全てじゃないのよ。
バイオレット。あいつの分、お前は生きろ。生きて、生きて、生きて、そして死ね。これが俺からの最後の命令。今、命令はいりません。俺が捨てた道具をギルベルトは道具として扱わなかった。だから、それは両腕を失い、主を失っても、あいつからもらった大切なものを決してなくすことはないだろう。ギルベルト少佐、お元気ですか？お変わりないですか？今どこにいらっしゃいますか？困ったことはありませんか？春も夏も秋も冬も、いくつも季節が過ぎましたが、少佐のいらっしゃる季節だけが巡ってきません。私、最初は分かりませんでした。少佐のお気持ちが何一つ分かりませんでした。でも、少佐にいただいたこの新しい人生の中で、少しだけですが感じることができるようになったのです。代筆を通して、出会った方たちを通して、私は信じています。少佐がどこかで生きていらっしゃること。だから私も生きて、生きて、生きて、その先に何があるかわからなくても、ただ生きて、そしてまた会えたら、こう伝えたいのです。愛してるの、少しはわかるのです。愛って何ですか？愛って何ですか？わかりません。私、わかりません。絶対少佐、絶対少佐を死なせません。
彼女は受けていた仕事をすべて終えると、勤めていた郵便車を辞め、電話ができて、ドールという職業は廃れたというが、多分彼女はここで、みんなのために、たくさん手紙を代筆したのだろう。